はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日はね、11月の21日水曜日、時刻の方は21時17分です。ピョ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 。はい、そんなわけでね、アイビデオの 303ZT のお話になります。今現在ね、元気なおじいのところには 303ZT がね、あります。これね、で、まあ、100ギガ超えててもとりあえず YouTube の動画使用制限がなくて、そのまま快適に使えてるっていうのが現状です。速度もね、申し分ないぐらいね出ています。で、アイビデオのページを見てみると、まあ、YouTube の動画を見る方にはまあおすすめできませんってちゃんと書いてあるんだけどもね、当たりのものも含まれているっていうね、中にはね。それでね、SIM ね、 303ZT の SIM を借りた方ね、今までの報告を見るとみんな撃沈してるんだよね。動画視聴制限がかかってるっていうね。で、今の SIM ってどうなんだろう。これもさ、当たり外れがあるのだろうか、どうなんだろうか、ちょっとそこのところがね、めちゃめちゃ疑問じゃない。これもロシアンルーレットみたいにやっぱり当たり外れがあるのかな、どうなんだろう。で、もうおじやべちわら、サンマルさんはね、今サンマリオンの方でね、まあ、検証するから SIM の方はね、まあ、サンマルさんの SIM の方がちょっと若干安いんだよね。で、皆さんにおすすめはできない理由っていうのが、その YouTube の動画は見れない確率が高いっていうことでね。で、今日もね、メルカリとヤフオク見てたんだけど、大量出品されてるんだよね、 303ZT。 まあ、これが昨日紹介した800円即決2200円がね、まだ11って感じで、まあ、そのうち、まあ、あと残り2日と1日なんだよね。ここら辺で見てる、ギリギリに入札上がると思うんだけど、で、まあ、864円があって、で、1000円、1080、1080で1キュッパで、で、あとね、このね、2000円のこの人がね、いっぱい出品してるんだわ。同じの何個出品してるんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15個ね。同じ出品者さんが15個出品してるんだよ。で、ちゃんと末尾をね、番号を変えてね、まあ、写真はバラバラに撮ってんのかな、一度分かんないけど、タイトルこれ1個だけ違う、これは出品者さん違うけどね、だいたい即決2000円でね、すごいいっぱい出てるんだよね。でね、これまあ、即決2000円の方もでしょ、まあ同じ写真使い回してると思うんだけどね、どうしてね、違うかな、まあ同じなんだよね、なんかね、見た感じね、まあ、まあ綺麗には綺麗なんだよね。これ多分ね、同じ写真使い回したと思うけどな、ちょっと違うの見てみようか。一個一個別々かな、 SSID とかちょっと黒い字が見えてるぐらい、角度もみんな同じなんだよね。もう一個、よいしょ、SSID、あ、これね、ちゃんとこの出品者さんね、一個一個ちゃんと撮影してるね。微妙に違う、この赤いこの位置が、うん、これはちゃんとしっかりと使い回しじゃなくてね、しっかりと写真撮ってるね、この人ね、うん、うん、違うもん。一個一個みんな違うね。即決2000円でね、みんな綺麗なんだよね、程度がいいよね、これね、うん。まあ、メルカリは今んとこあまり大していいの残ってないでね、うん、だからね、まあ、ヤフーの方が、まあ、安く入るのかな。で、運よくね、50% オフ該当してる方だったら、まあ、即決で落札したって。でもこれ送料がいくらかかるのかな、送料はいくら、これはゆうパックの
U パックオンリー。あるね、クリックポストがあるね。うん、クリックポストね。まあ、クリックポストに対応してるんで、まあ、できるまあクリックポストの方がいいよね。185円、送料がね。まあ2185円払うんだったら、もうあのに送料込みで2200円、気持ちよくあの即決した方が手っ取り早いよね、すぐね。であとさ、あの 50% クーポン有効の方がもしいたら、あの送料別よりも送料込みの方を落札しないと、あのもったいないからね、あれね。まあ、1500円分までだから、あのその3000円超える商品だったらね、あのちょっと足んないけど、まあ、それまでだったら、あのさっきみたいにさ、2000円のクリックポスト180いくらってなったら、2000円の半分の1000円なんだよね。で1000円プラス185円は実費になるから、それなんだったら2200円を落札して送料込みで、でその半分の1100円払った方があのお得なんだよ、若干ね、こっちの方がね。で送料込みをあの落札するんだったらしましょうってことで。でも 303ZT の指紋がね、誰か、まあ、誰かって誰も借りたくないよね借りたくないよね。でそこでさ、あの今の 303ZT の SIM に興味のある人いる？誰か、あのアイビデオに問い合わせした方の投稿によると、あの SIM の方は制限かかるんじゃないんですかってね、そんな返事が来たよってことだったんで、 SIM の方は制限ありで、ルーター付きの方は制限なしで分けてるんだとしたら、今でも SIM の方はダメなんだよね。で元気なおじいは、i ビデオにさ 303ZT の SIM を注文しても、ここに i ビデオの 303ZT があるから、 SIM を入れ替えればね、その SIM が YouTube の視聴制限かかってる SIM なのかどうなのか、それをおじいが調べることはできるんだよ。でもしその SIM にっていうか、その SIM が YouTube の動画使用制限かかってないのだとするならば、これ落札して使えば安いよね、絶対ね。でしょ？でしょ？だからね、究極にその使いたい放題を、まあ究極に安くゲットするのは、どれが一番ベストなのかなと思ってね、おじいも皆さんが安心できるもの、もう 304ZT がね、なかなかもう球数が少なくなってきたから、それに続くね、シーンのやつを今探してるんだけどね、それでさ、よいしょ、このね、よいしょ、 303ZT だと3150円で、304ZT は3450円なんで、差額が300円もあるんだよね。でそれでいてさ、これあの長期割引あるから、この 303ZT のこれだったらさ、1ヶ月2500円で借りれるんだよ。 Y モバイル並みのお値段でしょこれね。やっぱりね、 SIM ね、使えたら美味しいんだけど、この SIM 激震してるからな、ほんと。これ花火さんだけか、確か花火さんとかガメさんとか、あのここら辺の情報確か記憶あるよねこれね。だ、誰か興味があるっていう人がいるんだったら、おじいこれ注文してみるよ。今日水曜日だからさ、事務手数料無料だし、ポイントね、皆さんのおかげであるからさ、ちょっとお試しで借りてみる？興味があるんだったら、どうしましょう、どうしましょう、ね、SIM1 ヶ月だけ借りてで使ってみる、どうでしょう、興味のある人いますでしょうかもしいたらね、興味あるって言ってくれば、今日何曜日だっけ、今日水曜日か、ね、
今日水曜日でしょ。で、まあ、今日ピロリンって寝るまでにあれして、あれすれば、あの事務所で全然間に合えば今日注文するし、もし間に合わなくて明日とかね、これちらほら出てきたら次の日曜日に注文しようかなと思うんだけどね、どうだろう。で、 303ZT の SIM は 303ZT でしか使えないから、あの落札したものを SIM フリー化する必要がないからね、そのまんまこれ刺せばそのまま使えるわけだからね、303ね。だからね、本当送料込みで2200円プラスこの SIM で、本当早くて使いたい放題だったらね、美味しいもんね。で、 YouTube だけなんだよね、問題はね。さあ、どうも皆さんの意見をね、お待ちしております。一人でも多くの方ね、ご意見ください。これ今本当悩んでるんでね、どうしようかなってね、別に惜しいどうしようかなって、これ今ね、知りたい方が多いと思うんだよ、絶対に SIM に関して。おじや電波もうこんだけいっぱいあるから電波いらないんだけど、ぶっちゃけここにいるしね、表でそんな電波使わないから電波はいいんだけど、やっぱり検証マニアってわけじゃないけど、やっぱ皆さんが求めてる人が多いのに気がついたんだよ、 SIM ね。ほんとおじいが全然 SIM に興味なかったんだけど、やっぱりみんなが興味あるのが SIM に興味ある人が多いんだよね。ね、まあそんなわけで動画はこの辺で終わりたいと思います。一人でも多くのコメントね、お待ちしています。じゃあね、おじいでした。バイバイ。